気がついたらいつの間にか天道会の会議に参加していたぞ。おい、不審者騒動の時天道会のみんなと一緒にいる率が高かったせいなのか。慣れて怖い。しかもみんなナチュラルに受け入れてるし、なんならもう知らないうちに席設けられてるかもしんないぞ。結局庶務という役職だろうけど。今頃気づくとは呆れたやつだ。ある日多分サブリミナル的に生徒会に入れようとしてたのこいつ。あぶね、突っ込まなかったらそのまま流れるところだったわ。分かってたなら止めてくれ。恥ずかしいから、めっちゃ恥ずかしいから。お前の羞恥心の基準よくわかんねえんだよな。なんでそこ恥ずかしがらんってところで恥ずかしがんないもんね。私は一向に構わんぞ。なんかバキネタ多くね。これ列海王の言葉じゃん。一応というか俺完全な部外者だからな。うむ、では不審者騒動の時に手伝ってくれた功績を認め、今日から天道会の庶務に任命しよう。ご利用しもご利用しだね。不審者騒動って結構主人公主軸でめちゃくちゃ働いたから相当の功績を収めてるはずなんだけどね。それでもなお庶務なんだ。勧誘雑すぎー。もはや勧誘とこではなかったけどね。もうこういうの作っといたよ、入るよなぐらいの圧だったぞ。もう春日ちゃんたら、勧誘は改めてきちんとしましょう。生徒たちの信任も必要なんだから。ゆずきルートと違って早く主人公は天道会生徒会役員として働きそうになりそうだな。予感的に。そうですよね。あーびっくりした。ち、勢いでいけるかと思ったんすけどね。なら次の機会を待つでござるよ。怖えな。主人公知らぬ間に席設けられてるわ絶対。ある日この生徒会さん入ったら、あ、お前の席ここだからって言われそうだもん。ちょ、君たちグルだったの？いや逆にグルじゃない時なかったじゃん。こいつらいつだって春日の思うままに行動してくれるんだから。だって立脇氏が仲間になってくれたら拙者嬉しいもん。うわ、そのコメントずるいな。単純に友達として言ってくれてるもんね。人材とかじゃなくて。うちだってそうだぜ。おめえならいつでも歓迎だ。道攻めてゆずきルートであんまり思いを震えなかったから、ここで頑張ってくれよ。期待しているぞ君には。あれ何、すげえ嬉しいんだけど。響いてる。入っちゃうなこれ。それじゃ庶務は任せた。だから信任立つの。なんだ任せたって。まだパンピー生徒なんだわ。あ、その手に乗るか。もうちょっとだったのに。かわいいね。ゆずきルートやったからか知んないけど、この天道会の雰囲気、めちゃくちゃ懐かしくて、エモいわ。危うく誘いに乗っかってしまうところだった。別に天道会が家だってわけじゃないんだけど、俺はあくまで中立を貫きたいのだ。そうだね。中立、均衡が破られるときは、決まって彼女ができたときっていう風に、お約束展開として用意してるのかもしんないね。もしかして、さっきの先輩の誘いも、実は入会特典だったり？それはトラップすぎるな。このカナに限ってそのことはないけど、カナカナ教ってことは宗教だもんね。宗教勧誘怖いよ。お買い物を手伝ってもらうのがなんで特典になるのかしら。ド M だからじゃない。荷物持ち大好きなんでしょ、納金だから。どうやら違ったようだ。ふう、裏を勘ぐっちまったぜ。だって先輩とお買い物なんてウキウキイベントだもんな。確かにカナと差しのシチュエーションってなかなかないからね。お買い物とかどんな理由でもつけていいから二人きりになりたいよね。関係ないならいいです。変な立脇くん。それじゃあお買い物の件は会議が終わったらよろしくね。荷物持ちならこの負傷立脇和馬にお任せください。ではそろそろ会議に戻るぞ。ついでにあくまでも一般生徒の意見を言うという立場で立脇も参加していくといい。あ、もうなんか勧誘の外堀どんどん埋められてる感じがするわ。ついでに言うな。せめてそこ隠してくれよ。会議が終わるまでカナを待ってるのも退屈だろうしな。あ、なるほどね。春日なりの優しさってことね。そういうことでいいのかしら。お前ただ庶務の人材欲しいだけだろ。こいつも随分と丸くなったというか、配慮してくれるようになったというか、売り棒のごとくずんずん行くところは相変わらずだけど、こういうちょっとした変化みたいなのは嬉しくなってくる。あ、カナルートでカナだけじゃなくて天道会のメンツの変化っていうのも楽しめるのかな。もしかしたらそういうことならお邪魔させてもらうよ。林間学校がどんな感じなのか知っておくのもありだしな。ごめん、ゆずきルートで先知っちゃってるんだ。女子生徒へ溺れちゃったんだよ。あれも林間学校の風物詩なのかもしれないね。うむ、ではかな、議事を頼む。了解。ではみんな、まずは2ページ目の調理実習の項目を見てくれるかしら。月下会が試算したここの予算なんだけど。カトカトカト。予算とか言うな、頭痛くなるだろうが。ナイスカト。分かって嫌がる。いや、生徒会って結構大変なんですね。あ、まだ人ごとで嫌がる。お前そんな軽口叩けるのも今のうちだぞ。チャンネル登録、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。